久保さん元旦早々ですねあの業者さんと電話して鹿児島来てくれるらしいですよ、はい、見ます見に来ますみたいな調整してみたいもう秒で来てね,ねあのあと電話したんですけどまあどうなるんでしょうねまあ見てもらってはいまあぶっちゃけあのー、なんだあの業者の言いなりになれば まあ、あとはどう交渉していくかですね。だから僕は、あの、あれなんですよ。まあ、電話で言われたのが、あのもう他の業者さんどれぐらい値段つけてますかって言われたんですね。で、僕は何て答えたかっていうと、あ、すいません、それ結構、まあ、全員に言われるんで、ちょっとそれ言いたくないですよね、みたいな。うん、そう。だから、要はもうほん、その業者が、 どれだけ頑張れるのかって見たいんですよ僕はねだからなんだろうなその巣ですよね一発勝負というかいくらガンって提示できるのかっていう心意気を見たいっていうっていうなんか上から目線なんですけど <laughs> そう大体は大体多分ね交渉術って多分 A 社がねこれぐらい出してるんでも,もっと上がりませんかっていう交渉が、まあ、ベターなんですよ。 普通の交渉ってそうなんですよね。こっちの、だから見積もりとかも安くするんだったら、A 社はこれだけ安くしてるんだから、これもうちょっと安くなりませんか、A 社はこうですよ、こうですよっていう交渉が普通なんだけども、それ言わないと。逆にね、あのクローズするっていう。<laughs> いや、それはあの、すみません、言いたくないですね、と。まあ、いろんな書いて、いろいろ値段つ,かるついてるし、言いたくないですね、みたいな。だから、あのあ、あなたの心意気を見させてくれと。 これも一つの僕は交渉術だと思うんですよね。うん。そう相手の本心をこう垣間見るっていう。まあ今回はね、今年はその業者にこう、あの、こっちからアプローチする場合はそれでいこうかなと思いますね。うん。手の内はこっち開かさんないと。まあな,なんでこれができるかっていうと、やっぱね、売らなくてもいいと思ってるんで <laughs>。うん、売らなくてもいいと思ってるんで、本当にその、なんだ。 まあ値段なんですけどまあ、気持ちですよね結局その本当にこう買いたいとこの値段でも買わせてほしいとオッケーその心意気買いますみたいなだったら売りますみたいな話でうんなんかそのもう確かにそのもビジネスをやる上では儲けを出さないといけないんでシビアな部分はあるんだけどもうん 僕は本当にあれ愛車なんで思い出も詰まってるしだから売らなくてもいいと思ってるしだからこれがねやっぱまあタイトルはそうなんですけどお金に困ってないと選択が増えるってことですねお金に困ってないと交渉が増えるって感じですかねこれお金に困ってたらどう高く売るかだけしか考えられないんでそのトークもね多分あの決まってくると思うんですよ。 お金に困ってだから少しでもだから要はこっちの欲というかねそれが業者に出ると思うんですようんだからまあそのお金に困ってないと本当にそのなんだろうなあ交渉術っていうのは選択が増えるかなっていうお金に困ってないと選択が増えるにしとこうかなうんだから ラッキーでした、ね、本当にだから逆に僕はあの今思うと借金返済のためにあいつを売らなくてよかったなともう借金も返しましたからねそう <laughs> なな結構ね何度も考えましたよねあの車検の度にほーみたいなね借金もあって借金結構来るじゃないですか久保さんね <laughs> 毎回ちょっとね重,重みでしたけど耐えましたねうんよかったです もし借金のためにあいつをか売ってたらあのー、こんなことにはならなかったと思うしうんこういう交渉もできなかったと思うし、うん、やっぱお金を稼ぐっていうことは何かを守るいろいろ,ないろいろな選択が増えるしあのー、いろいろといいと思いますよ、うん、だからやりましょうお金稼いでいきましょういってらっしゃい